スリーマリアマン寺院、スリーマリアマン寺院、英文表記、スリーマリアンマンテンプルは、シンガポールにあるヒンドゥー教の寺院、アゴン教の寺院であり、ドラビラ建築様式で建てられている。寺院は、チャイナタウンのサウスブリッジロード244番地にあり、主にシンガポールに住むインド人等の信仰に役目を果たしている。その建築的、歴史的な重要性のため、寺院は、 国定記念物に指定され、観光客の主な観光地の一つとなっている。スリマリア・マンジーンは、社会開発青年スポーツ賞下の法的な部局、ヒンドゥー基金局により運営されている。スリマリア・マンジーンは、イギリス東インド会社がシンガポールに、貿易の入植地を建設した年から8年後、1827年に、インド王人、ナライナ・ピレーにより創設された。ピレーは、 マレーシアのペナン州から来た政府の役人であり、1819年5月にトーマス・ラッフルズと共にシンガポールへ訪れた。その後彼は島で最初となる建築会社とレンガや企業を設置する。ピレーはすぐにビジネスの世界で浸透し、現地のインド人社会の指導者として認められた。当初、イギリスの権威たちはテロックアヤストリート沿いに ヒンドゥー教人用の土地を有り当てていた。これは初期のアジア人移民たちの多くがシンガポールに到着した最初の地であり、彼らが安全な海の旅路に祈りや感謝を述べた場所、テロック・アヤ湾に沿って走るストリートである。シンガポールにおける最初の中国、インド人ムスリムたちの崇拝の場所もそこに位置していた。しかし、テロック・アヤストリートは ヒンドゥー教寺院の儀式に必要とされる新鮮な水の都合の良い水源を書いていた。シンガポールに住んでいたイギリス人ウィリアム・ファークアーは1821年、ピレーにスタンフォード運が近くの場所を占有させた。しかし再び、その場所は1822年に提案されたシンガポールの都市計画、ジャクソンプランのため寺院の建設に不適格となった。 スタンフォード運河一帯が他の目的の使用へ用意されていた間、建設はクリング協会という名称の寺院の隣の場所に計画された。このクリングという言葉はシンガポールマレーシアのインド人の古い名前で、現在は部別的な名称と考えられている。この場所はインド人コミュニティへ当てられた地域の近隣である。1823年。 現在のサウスブリッジロードの場所がヒンドゥー教寺院の建設を目的としてついにピレーエジョされた。寺院の側面に接するストリートは後に寺院自体とその突出した塔に関連してそれぞれテンプルストリートとパゴダストリートへ改名された。非公式であるがチャイナタウンに住む人々はこのパゴダストリートを国語でインド人のスーファイチの後ろ側と呼んだ。 1827年までに、ピレーは、木材とニッパヤシの木を用いて、簡素な寺院を建設していた。同年、彼はその寺院に、女神マリアマンの小さな彫像である、シナーマンを取り付けた。マリアマンは、南インド農村部の地母神であり、特に病気からの保護へ向けて崇拝されていた女神である。ヒンドゥー基金局と現在の寺院の運営者たちによれば、 最も重要な礼拝堂にある原尊の女神が1827年にピレーによって取り付けられた本物の像であるという。よく起こる慣例ではあるが、寺院の名称はこの主要な女神であるマリアマンにちなんで名付けられた。また寺院は信者たちにより何年もシティ・ビナヤガート・ゴタンダラ・マスワミ・マリアマン寺院、または簡素にマリアマン・コイルの名称でも知られていた。 私有地が寺院へと寄与された1831年、寺院の土地は拡張された。この出来事は、現在も寺院の中に立っている、石の名板に記録されている。1843年のものである、原存のレンガ建築は、最古の部分で、寺院への増築や修正は、その後幾度か行われた。建築の多く、特に高価な石膏の彫刻と装飾は、インド南部のナーガッパッティナムと、 カダルルからの卓越した職人により制作されたものと信じられている。また、現在ある寺院の大多数の建築は、1862年から1863年の間に建設されたと考えられている。主要な入り口と内部の聖堂を接続する通路は、最初にいっぱい足で覆われていたが、後の1910年に火事で消失した。 後になって建築会社のスワムマクラレン社が1915年により耐久性のある通路をデザインした。最初の3段に重なった玄関部の塔であるコプラム建築は1903年に建設された。当初は現在建っているものよりも薄く、質素に飾り立てられていた。塔の端々は傾斜よりも段が付けられていた。 現在よりも過敏な作りではなかったにもかかわらず、寺院はチャイナタウンにおいて偶像的な存在となり、歴史的な建物として広く認識された。現在の60に重ねられているゴプラムが建設されたのは1925年のことで、その後1960年代に修復、改装が行われるとともに成功に作られた彫刻が激増した。1973年7月6日、 記念物保護局により、スリマリア寺院は、国定記念物に指定されている。より最近の工事では、新しいギャラリーも加えられた。これは特に例年行われる日渡り祭りの際に、人気のある場所となっている。他に大きく加えられた部分としては、寺院の後ろ側に位置する、3階建ての別当が、挙げられる。この別当には、パゴダストリート上に分けられた入り口があり。 伝統的な石膏の彫刻作品を用いた入念なファサードを有している。その広い建物内には十分な装備を整えた公開堂や婚礼、マルチメディア上映、集会、セミナー、文化的催し物等に向けた設備が備えられている。建設当初からスリマリア万人は新しくやってきた移民たち、特にインド南部のタミルヒンドゥー教コミュニティから来た人々の 避難所として機能していた。こうした移民たちへの重要な信仰の場を提供していたことに加え、移民たちが仕事や永続的に住む家を見つけるまで、寺院は彼らから収容施設としても見なされていたのである。歴史上、寺院はヒンドゥー教と結婚登録局でもあった。教において、その宗教上の業務と機能に加え、寺院は様々な社会的、文化的、 そして教育活動を奨励している。インド南部のドラビダ様式で建設された寺院の最も素晴らしい部分は、その荘厳なゴプラム、入り口の塔である。このゴプラムは、サウスブリッジロードに沿った主要な玄関口の上にそびえ立っている。これは、六段に重なったヒンドゥー教の神々の彫刻像や他の人物像、装飾品などで豪華に飾り立てられている。また、塔は、 頂上部の装飾まで次第に細くなっていく作りで、各々のの段と、その彫刻は、そのすぐ下の段のものよりやや小さい。これにより高さの錯覚が作り出され、建造物へ、象徴的な存在さが付け加えられているのである。ゴプラムの側面には、右側面に、ヒンドゥー教の軍神ムルガン、左側面に、インド神話の英雄クリシュナがそれぞれ配置されている。 彫刻はすべて石膏が用いられ、細部まできめ細やかに作られた。これらは多種の明るい色で塗装されており、それが視覚的にゴプラムの壮観な特質を与えている。ゴプラムの基礎となる台義の間取り図は長方形で、入り口の通路により二分されている。この入り口はかなり大きな二重の蝶つ害のある一組のドアを含んでいる。こうしたドアの大きさは訪れる。 人々の謙遜を誘引し、神々と比較して小さな人間の大きさを強調する意図がある。ドアは格子模様に配列された小さな金の金が散りばめられており、信者や観光客が通る際にこの金が鳴るようになっている。他のヒンドゥー教の寺院においても同様であるが、敬意を示す意味で履物は許されていないため、入り口近辺に履いているものを脱いで入れる場所がある。 正面入り口のゴプラムは周辺の壁に囲まれた寺院構内へ入るための入り口の一つである。側面に開いているのも出口であり、それぞれ側のパゴダストリートとテンプルストリートへ出られる。しかし、これらは主に業務用として使われているため、一般の信者や観光客はゴプラムのある正面入り口を通るのがほとんどである。周囲の壁もまた装飾用の鋳造物で飾られており、 同様にいくつかの場所にはその上に人物像も設置され、その中には人目につきやすい、座った牛の彫刻が数体含まれている。周囲の壁の内側で、寺院は屋根のある広間や礼拝堂、その他礼拝場や屋外空間などの組み合わせにより構成されている。屋根付きの広間を経由し、5プラムのある入り口から直接通じているのは中心な、祈祷の広間で、 フレスコ画が描かれた柱や天井により豪華に装飾されている。この天井の絵画には巨大なマンダラの図表が含まれている。この祈祷上の焦点となる部分は中心のマリア湾の礼拝堂であり、副次的な神々、ラーマとムルガンの二つの礼拝堂が側面に配置されている。祈祷の広間は一続きの独立した礼拝堂により囲まれており、 これはドーム型の天井で装飾された大型テントのような建造物に収容され、ビマーナとして知られている。これらはそれぞれ、ドゥルガー、ガネーシャ、アラバン、ドラウパディ、そして田舎のタミルの神であり、マスライベーランとしても知られるムスララヤといった神々に捧げられたものである。ドラウパディに捧げて作られた礼拝堂は、彼女がこの寺院で行われる毎年恒例の 日渡り祭りの中心となることから、寺院の中で2番目に重要なものとなっている。ドラウパディの左側には、インドのジョジシ、マハーバーラタに登場する5人の兄弟、パーンダバが位置している。それぞれユディシティラ、ビーマ、アルジュナ、サハデーバ、ナクラ。寺院におけるもう一方の重要な要素は、独立して立っている旗竿である。 大きな祭事や儀式が行われる数日前に、この旗は寺院に掲げられる。寺院の校内には、リンガムやヨニなど、男女の性器を象徴した彫刻も建設されている。ヒンドゥー教の伝統により、12年ごとに一度寺院は、性別されている。また、新年を祝う、光の祭り、ディーワーリーのおよそ1週間前には、毎年恒例である、特有の日渡りの儀式が行われる。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。